強くすると逃げちゃうんだよね。そうなんだよ。私女の子。はい、おいで。うん。おいしい。じゃんくん、はい、じゃんくん、毛が舞ってるね。ジュン君、ジュン君、はいでー、はいでーでー、はいはい、猫アレルギーでも薬飲んだら大丈夫さ。買いに行くか。さあ、ぽっちゃんもブラシしよう。うん、ね、ぽんちゃん。ぽんちゃん。気持ちいいですか？優しくしてねって。強くすると逃げちゃうんだよね。そうなんだよ。私女の子だから優しくしてね。ぽんちゃん。そうね、パンちゃん。パンちゃん。お、ここ。パンちゃん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 今アップになったね。いやー、国家というところから、こんなのが届きました。にゃん。なんでしょうか。これは、このお店に発注していただいた友人からのプレゼントです。はい。猫の手。猫の手。裏は。どういうことですか。ブラシで。はい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 。ブラシだね。うん。はい。いつも使って、あ、こっちの方が柔らかいわ。ほんほんあ、いいかも。ポンちゃんにもいいかもしれない。ほんほん、なんか、細いところが、うん、なんか柔らかいところが顔とか首とかほっぺとかで、真ん中辺なんか書いてあった、なんかなるほど、どこどこら辺はこういうところに合いますよとかって、硬い柔らかいはあるんだね。ここに書いて、ここら辺が首周り、うん、顔周り首周り部分で、こっちのこの辺は静電気が起きにくくなっているので、うん、体とか静電気が起きにくいコーディングでお手入れ楽って書いてある。よく分かって使わなきゃいけないね、うん、で、この裏側は、カーペット用、カーペットをコスコスってやって、うん、毛を取るやつ、そうそう、はいはい、よく使っています、うんうん、なるほど、それが両方あるってことね、うん、ブラシした後にすぐ使えれば、あ、くしゃみがくしゃん、こんなことがないと今はどうしても猫毛がいっぱいあるのでくしゃみが出ちゃうけどってことね、うん、
ですね。一生懸命コロコロしてるんだけどね、はい、いろいろ考えていただきありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、ポンちゃん、ジャン君もらったよ。あそこでしゅ、見える？よくは見えませんが、電気つける？どうもありがとう、ありがとう。